今日はアパホテルのランチビュッフェを食べに大阪メトロ井久橋駅に来ています。3番出口を出るとすぐにアパホテル大阪井久橋駅前があり、2階のバイキングレストランラ・ベランダに行ってみたいと思います。大人平日1,100円、土日祝1,300円、11時半から14時30分の間50種類以上の料理を食べ放題です。